はい、皆さんこんばんは。あのですね、ハムスターを買ったんですけど、ハムスターを買ったら必ずやってみたいこと作っちゃいました。電気つけました。ハムちゃんはここ、よし、点灯、バーバラババババー、超豪華です。走れ走れハム太郎、どんな音やねん。ダメだ、思った通りに歩いてくれんな。迷ってほしいんやけど、一応迷路ですからね。かわいい。よじ登りました。よじ登ったよ。さすがネズミやね。おーっと、危ない危ない。おお、ピコピコピコです。さあ、エンターテインメントゾーンにやってきました。まずはお水。遊び方がわからないか。遊び方がわからない。お、入った。入りました。はい、回っております。回っております。いつもより回っております。かわいい。生まれて初めてやないかな。このなんとか車。餌を見つけました。かわいい、かわいい。ハムちゃん、僕と結婚しようか。オスやて。俺が一生面倒見るぜ。ハム太郎。オスやて。どうですか、ここ。快適でしょ。ザ・ダンボールマンション。ちゅうかね、自分の名前、何すんねん。ね、あなたのサイズからしたら超広いよね。なんか佐藤さんと一郎さんとかいろいよったけども、野球選手ちゃうね。ハムスターやて。ゴンザエモンとかいよったけど、それも嫌やな。もっとこうシャープ、シャープの名前がええな。え、どんな楽しいぞ、ここは楽しいぞ、うん、テーマパークか遊園地かって感じだね。食べ物もあるし、水もあるし、おやつもあるし、回し車もあるしトンネルもあるし、モリモリザエモンとか。はぁ、
やっぱあんた斉藤さんにするわ。斉藤さんかい。下の名前は？森蔵。森蔵かい。まあまあいいかな。いいんかい。あんな、さっきから話聞いとったら、え、もう一回、あんな、さっきから話聞いとるんやけどもな、コタク、誰？あの、こういう立派なマンションっていう、ダンブルマンションっていうのは作ってくれてありがたいんやけども、なんだろうね、これかじったら穴開くよね。まあいいけども、あんた嬉しそうにしとるけども、絶対ここから逃げてやるかんや。おや、見とってや。ちゅうかね、自分の名前何、え、ちゅうかね、自分の名前何すんねん。なんか佐藤さんと一郎さんとかいろいよったけども、野球選手ちゃうねん、ハムスターやて。ゴンザエモンとか言おったけど、それも嫌やな。もっとこうシャープの名前がええな。え、どんな、モリモリザエモンとか、はぁ、なんやねんそれ。やっぱあんた斉藤さんにするわ。斉藤さんかい。下の名前は、森蔵。森蔵かい。まあまあいいかな。いいんかい。